ポラリスの大谷祐介です。柏原譲です。ハイライフ初出演、ポラリスとしてはさせていただくということで、ハイライフ、去年ね、大谷はソロで出演させていただいたんですけど、八ヶ岳か、そう、清里、おー、本当ね、素晴らしい場所なんですよ。清里ってすごいよね。すごく、いや、素晴らしい、もう素晴らしい坂ですよ。素晴らしい坂なんですよ。そうですよ、自転車乗るんで素晴らしい坂って言っちゃう。なるほど、しかもね、そのかなり標高が高くて、標高1600メートル、あ、そんな会場が、へえ、スキー場なんですよ、普段ね、冬場は、で、まあそこの場所で、なんかね、ちょっと普段感じる野外フェスの雰囲気よりも、やっぱりね、標高がその雲の上、雲が下に見えたりするわけ。そう、あんまそういう経験ってない、ね、ないでしょ。なんかね、ちょっと特別な場所に、逆に出演者なんだけど、自分もね、参加しているようなイベントの空気感で、食べ物も美味しいし、本当に緑も空気も美味しくて、7月の21、22日に、八ヶ岳、ハイライフ八ヶ岳、皆さんも一緒に来ましょう。はい、ね、ぜひ見に来ましょう。見に来てください。じゃあ、ゆずるさんから最後の意気込みを。はい、頑張れよ。ポラリスとして、今横で笑っている川上くんというドラマーも、含めて3人でポラリス来たお届けしたいと思いますので、どうぞ皆さん、ハイライフ八ヶ岳足を運んでいただけたらと思います。ポラリスの大谷祐介でした。柏原譲でした。川上優でした。